どうも、カタラクトです。早速ですが、先週生放送で回答しけなかった質問を回答していこうと思います。連絡事項は、不動産内勤行っ,ってきました。<laughs> で、今、審査待ちですね。もしかしたらそこに引っ越すかもしれません。でも審査落ちる気がするんだよな。落ちないことを祈っておきます。落ちたら、骨は拾ってください。では、早速参りましょう。 朝川さんの質問です。こんにちは。ジムでショルダープレスのマシンをやろうとしたら一番軽い重量でも上がりませんでした。サイドレイズなどダンベルで肩のトレーニングをしたら上がるようになりますかおすすめの種目がありましたら教えてください。まず肩のトレーニングをすれば上げられるようになると思います。そこの筋肉がつくんでね。でおすすめの種目は、このショルダープレスマシンと同じような動きをする、ショルダープレスですね。ダンベルを持って万歳をする感じ。で、気をつけたいところは、 あげたら、下ろすときに力を抜かない。スパーンと下ろさない。あとは、一回一回ちゃんとしたまで下ろす。肩を思いっきり伸ばしてから上げるって感じ。こういう小さい動きをするんじゃなくて、一回一回肩を伸ばして万歳するってのをおすすめします。<laughs> では次、灼熱のアッツ,ズムアッツアッザムリーダーさんの質問です。いつもお世話になっております。ただいま、減量真っ最中ですが、トレーニングにおいて増量期減 増量期、時期よりも扱える重さや回数が減っているということは、脂肪と同時に筋肉も落ちてしまっていることになるのでしょうか。増量減量で3歩進んで2歩下がるを繰り返さないと筋肉は増えないのですかね。それが現実と切ないです。先生、なんとかなりませんかね。筋肉が落ちている場合もありますが、そうじゃない時もありますね。まあ、例えば、脂肪が落ちると、その、なんですかね、体の隙間が増えるんですよね。要は 筋肉は落ちてなかったとしても分厚さがなんですかね薄くなるみたいな。で基本的にはその分厚さが減ると筋トレの強度って上がっちゃうんですよ。例えばベンチプレスとかバーベルを持ってこう胸にタッチするまでの間。でこの時に例えばここの脂肪が取れれば脇の下の脂肪がなくなればここの可動域が大きくなるし胸の脂肪が落ちればこのバーベルがつくまでの距離が長くなるので同じ バーベルの重さだとしてもトレーニングの負荷が上がるんですよねつまり筋肉が落ちたんじゃなくて単純に脂肪が落ちたせいで負荷が高くなるだから重量回数が落ちるってのはある話なんですよだから一概に筋肉が落ちてしまったからとは 言いづらい。あとは筋肉が落ちてなかったとしても、食事が減るじゃないですか。炭水化物の摂取量が減るわけなので、それも影響している場合がある。単純にエネルギー不足ですね。だから、重量回数が落ちたからイコール筋肉が落ちてしまったとは言いづらいです。その場合でも筋肉が落ちてないことがあるので、もちろん極端な食事制限をしたら、ものすごい1ヶ月に10キロ落ちるような、めちゃくちゃ断食に近い食事制限をしたら筋肉が落ちてると思うんですけど、まあスローペース、1ヶ月でまあ、 1, 1、2キロ、3キロぐらいだったら、そんな極端に筋肉が落ちることはないと思うので、まあ、そんな心配しなくていいんじゃないですか。極端に食事減らさなかったら、でかつ、筋トレをして、タンパク質とってれば、そんな落ちないですよ。では次、リ々リさんの質問です。こんにちは。いつも動画拝見させていただいております。ジムがよい2年目、4月から減量を始めた20代女です。片倉様のおかげで、最初の2週間は2キロストンと落ち、ウエストも5センチほど減ったのですが、それ聞いていたいしています。 お酢を1万歩から5千歩増やし、ジムを週3から4回上半身とか半身に分けて行っています、通っていますが、体重はもちろんウエスト、太もも、ヒップを変化なし、ゴーデンウィー中に2日ほどドカ食いしましたが、それ以外は提示したされたカロリーまで抑えていました。 PFC もタンパク質が 10g 足りないですが、片倉様のアドバイスになるべく調整しています。停滞したら待つことが大事と分かっているんですが、焦ってしまいます。このまま待った方がいいでしょうかそれとも何か対策を講ずるべきでしょうかランブネすいません。ご回答よろしくお願いします。まず、体重の平均値を見てほしいので、平均値が書いてないので、ちょっと何ともいないっていうのがありますね。要は 1>, 1月1日の体重から1月14日の体重 2kg 落ちましたって言ってもそれがどういう工程を経てそこに落ちたのかがわかんないので本当に停滞してるのかなーってのがまずありますね停滞してない時多いんですよこんな感じに体重停滞しちゃってるんですけどって言ってるのに実は平均値で見たら緩やかに下がってるみたいなだからまずは待った方がいいと思いますねでタンパク質は僕が提案したタンパク質は最低値だと思った方が良いと思います要は 100g 取った方がいいですよっていう時に僕は 100g 以上取ってくださいねっていうニュアンスで言ってるもんだと思ってください。だからタンパク質はもっと取るようにした方がいいんじゃないですかね。まあ、ただ、そもそもそんな停滞してないんじゃないかなと思うんですけど、その基本的に僕が提案したカロリープラス歩数をクリアしてて、かつ筋トレをハードにやっているのであれば、まあ、痩せないってことはほぼありえないんですよ。だから、ちょっと時間が必要なのかなっていう。で、今ちょっと気にしすぎてると思うんで、 まああんまり気にしずに待っちゃった方がいいんじゃないですか何も考えずにただ今続けるだけで良いと思いますそれがあんまりにも気にしちゃう要は一日中ダイエットのことばっか考えてるのであればそれは時間を持て余しているので何か趣味を見つけた方が良いですゲームをするでもいいですし仕事を頑張るでもいいんですけどダイエットを人生の一番上にすると絶対に神経質になっていらぬ心配をしてしまうのでダイエットの優先順位を下げるために 何か時間を潰す暇つぶしになるような自分の熱意を向けられるようなそういう仕事とか趣味を見つけることをお勧めしますでは次知事さんの質問ですいつもお世話になっております片倉さんに頂いた,た PFC はそれぞれ P と C は 4g F は 9g で計算さっていると思うんですが、例えばセブンのタンパク質が取れるチキンエッグの栄養表示に、それぞれの数字をかけ3つ足したときの数字と表記されている総カロリーにかなりずれが含まれます。パッケージでは 260kcal ですが、各数字計算すると 227.6kcal。 カロリースリムなど手軽に食物品のカロリーを計算、算出できるサイトでも同様のズレが発生します。1日の食品をシートに記載していくと、PFC の合計カロリーと総カロリーの差が馬鹿できない数字になっているので困っています。今、PFC カロリーの和を自分で計算して、1食分品のカロリーと消して計算していますが、どのように処理するのがベストでしょうか長文申し上げれません。カロリーを基準に考えた方が良いですね。 要は多少その合計値がずれたとしてもカロリーを最優先に考えた方がいいです。パッケージの2 6 0カロリーを優先して自分で計算するカロリーは無視した方がいいですね。で、あとタンパク質みたいな。基本的にはカロリーとタンパク質最優先。で、誤差の原因って大体炭水化物なんですけど、まあ炭水化物ってぶっちゃけそんなに重要じゃないんで多少多かろうが少なろうが関係ないんですよ。大事なのはカロリーなんで、まあ他は無視してパッケージのカロリーとタンパク質を最優先に見るでよいと思います。 では次、SLPSLP さんの質問です。こんにちは。先日メンバー登録減量の PSC を計算してもらいました。質問です。筋トレ後に長時間の有酸素運動をすると筋肉分解をしてしまうのであまりお勧めしないという動画がありました。 筋トレ後に有酸素運動をしたい場合24時間空けた方がいいなどなどまた有酸素運動はジャ10分ぐらいでいいと思う私の目標の1万2000歩歩くにはどうしても2時間かかります筋トレ後にウォーキングを行っていましたが筋トレとウォーキングの日は別にした方がいいですか私は減量目的なので筋分解まで気にしなくていいものなのかでも引き締まった体に慣れたのでよくわからなくなりました長文なり申し訳ありませんがどうぞよろしくお願いします有酸素運動は筋トレとなるべく離した方が良いですね、まあ、ウォーキングみたいに低強度だったらそこまで 悪影響はないと思うんですけど悪影響はゼロじゃないと思うんで特に2時間という長時間であればだから別の日までは行かないとしても時間上げた方がいい6時間以上とかだから例えば朝ウォーキングをして夜に筋トレをするとか逆でもいいですよ筋トレをして夜ウォーキングするとかどっちでもいいんですけどできるなら離した方がいいと思いますでまあ離せない場合どうしても運動時間を1つにまとめなきゃ難しいっていうのであればしてもいいですよそのおっしゃる通り 悪影響はあるんですけど、それは筋トレの効果をゼロにするものではないので、タイムスケジュール的に難しいんだったら、やっちゃっていいと思います。もちろん、分けた人の方が綺麗な体型になる可能性はありますけど、筋トレをしていない人に比べれば100%綺麗になるので、まあ、やっちゃっていいんじゃないですか。時間がないときはまとめちゃっても。 では次パリンさんの質問です。お世話になっております。ダイエットを始めて3ヶ月目に入り、定期的にドカググするようになってしまいました。仕事が肉体労働になったこととストレスが原因かと思え、少しカロリーを多めにしても改善されず、食事内容を見直してみると、タンパク質はちょうど良くても、いつも糖質が多め、脂質が少なめなことに気づきました。また、むくみを気にして塩分はあまり取っていませんでした。カロリーが足り,ない足りていても、 脂質や塩分の不足に食欲が爆発してしまうことあるでしょうかよろしくお願いします。ありますね。あるあるですね。まあ、脂質は単純に腹持ちが良いので、食欲安定しやすいんですよ。僕とかもとろけるチーズとか食べると、その後数時間はめちゃくちゃ食欲安定しますね。うん、だから僕夜ご飯とか、遅めの時間にとろけるチーズを好んでよく食べます。そうすると夜空腹で寝れなくなるってことが防げるんで。あと、 塩分が足りなすぎるというか、塩分が少ない食事って味気ないじゃないですか。めちゃくちゃさっぱりで <laughs>、いい意味で言えば上品な味。悪く言えばもう味足らんみたいな。そういう感じ。物足りない味になってしまうので、そうすると食事の満足度が減るんですよ、精神的な。要は、美味しいな、この食事じゃなくて、なんか。 精進料理みたいだなみたいな <laughs> そういう食事になっちゃうのでそうするとその精神的なストレスが溜まっていって定期的になんかしょっぱい味の濃いものが食べたくなっちゃうみたいなだから塩分も極端に下げすぎっていうのは良くないと思いますよまあもちろん、まあ、健康のためには塩分取りすぎ良くないんですけど美味しいご飯にはやっぱ塩分ってある程度必要なんでそこはまあその人の価値観によるんですけど塩分の抑えすぎ良くないと思いますあとむくみを気にしてるのが なぜ気にしてるのかわからないんですけどむくみが太る原因と考えてるのであれば全く関係ないので気にしなくていいですでは次黒草さんの質問です片岡さんいつも生放送動画ありがとうございますメンバーシップに登録し食事管理もウォーキングも楽しくなってきました質問です私は一日8000から1万歩程度コンスタントに稼げており通勤や勤務中の階段移動などますが たまに帰宅がてらのウォーキング中、足の土踏まずの部分がつるようなピキッとするような痛みが走ることがあります。片足だけ。これは歩き方や靴などが悪いのでしょうか。靴はウォーキング用というよりもただのスニーカーを履いています。何か気をつけたらいい点がありましたご教示いただけると幸いです。これは運動量というか歩数がめちゃくちゃ増えたからその分負担かかってるかもしれないですね。特になんですかね、スニーカーのクッション性がないもの、コンバースとか。 スタンスミスとか、スニーカーの中でも結構、そこがペターンとしてて硬いやつとか履いて、長時間歩くと、結構足の裏痛くなっちゃう人とか多いんですよね。僕もそのタイプなんで。だから、結構歩数稼ぐのであれば、ある程度クッション性がもうちょっとあるものを履いた方がいいと思います。ナイキーのやつとか、まあランニングシューズは履くのがちょっと抵抗ある。なんかファッション的にみたいな。<laughs> その場合だったら、まあファッション性のあるやつでも、 クッションが強めなやつってナイキって結構たくさんあるので、そう、ナイキ用じゃなくてもいいんですからね、別に。他のブランドでもいいんですけど、ちょっとクッション性があるシューズを履いた方がいいかもしれないですね。では次、ヌーナ。 A さんの質問です。いつも動画配信ありがとうございます。遺伝子検査キットについての質問です。遺伝子検査や体質に合ったダイエットをしようといったここコメにします。なんとなく体質が分かれば効率的にダイエットできそうだなと思ってしまうんですが、効果はあるでしょうかお答えいただけたら幸いです。よろしくお願いします。効果ないっすね。まあ、効果というか、後々こういった研究が進んで、まあ人によっては良い食事の方法とか運動のサイクルとかが分かってくるかもしれないんですけど、 ま,あまだなんですかねそんな研究進んでないんで、ぶっちゃけ信用できるレベルじゃないんですよね。その遺伝子のうんぬんのものを本当に解明できてるのかって問題もあるし、会社によってその検査の質がまばらだったりとか、正直なんか実用的な段階じゃないみたいな感じなんですよね。だから信用しなくていいと思いますよ。正直遺伝子検査体質云んぬんってすごい気にする人多いんですけど、人間である以上ダイエット方法ってもうみんな同じなんですよ。 カロリーに気をつけましょう。タンパク質取りましょう。筋トレしましょう。以上なんです。<laughs> そんなに気にしなくていいのかなっていう。いくら遺伝子検査してもやること同じなんだよね。だったら検査しなくてよくないみたいな。そのお金をジムの会費に使った方が良かないですかみたいな感じですかね。まあ、やりたいならやっていいっすよ。僕だったらやんないかなみたいな感じですかね。 次レイさんの質問ですすります体脂肪の余分な増加をできるだけ抑えた増量のコツを勉強中で質問させてください仕事の関係上筋トレの時間が取れない日が続くことがあります筋トレできない日の摂取カロリーは維持モード筋トレできる日は増量モードというような切り替えは筋肉量の増量として有用でしょうか筋トレできない日でも通勤で1万歩クリアするようにしていますがたまに失敗しますいつも的確なアドバイスありがとうございますわがなわな質問で恐れ入りますどうぞよろしくお願いします 有用っちゃ有用ですね。要は脂肪をつけずに筋肉を増やすという意味であれば。基本的に筋トレをした後にボンって筋肉を増えるサイクルができて、それが緩やかに落ちていくんですよね。 だから、例えば筋トレボンとしたけど、毎日できる人だったら、毎日というか、週4回とかできる人だったら、1週間のほとんどが筋肉ができるサイクルのまま、この多少落ちてもすぐまた筋トレするから、ずっと筋トレが、筋肉がつくサイクルが続くので、ずっと増量期の食事でもいいんですけど、筋トレが週に1回しかできなかった時とか、バーンってやったら、その後緩やかにこの筋肉がつくサイクルが落ちるけど、食事の量が多いままなんで、後半ちょっと脂肪がつきやすくなっちゃうんですよね。だから、まあそんな感じに、筋トレがちょっと今週は少ないな、 っていう時はまあ、多少維持期というか増量期じゃない。ちょっと少な食事にするっていうのは、まあ脂肪をつけずに筋肉を増やすのであればありだと思います。ただ、まあその筋トレの量にもよるんですけど、筋肉が増えるターンが果たしてどれくらい続くのかっていうのが正確にわかんないんで、まあ、23日と考えたら筋トレした。翌日、翌々日とかは食事量をめそっから食事を減らすっていう選択はありかと思うんですけど、1日だと取りこぼす可能性がある。要は？ 筋トレをして、その日筋トレをした日だけ食事を増やすったら、他食事少ないわけじゃないですか。でも実は他の日も、その翌日も筋肉が増えるサイクルが実はあるから、そこで少ない食事にするとそこで筋肉を増やすことができない。だから筋肉を増やせる、増やせるスピードが若干遅くなっちゃうかもしれないんですよね。まあなので、まあ、どちらを選ぶかですね。筋肉をとにかくつけることを最優先。多少脂肪が増えてもいいから。であれば、まあ、 2、3日日日とととととかかか4週にに1回ししトレーニングができないいいいいててても食事量を多い日を多をめに持っっくるのこだ思ます本当に脂肪をなるべくつけたくないんだったら筋トレをしてから24時間だけ食事を増やしてそこを抑えるっていうのはありだと思います。まあ、レイさんが好きな方を選ぶので良いと思いますよ。まあ本当に脂肪を抑えた,く抑えたい、なるべく太いたくないんだったら、まあ、筋トレ後24時間だけ食事を増やすといいんじゃないですかね。 では次、熊子な子さんの質問です。いつもありがとうございます。断ルについて質問です。0歳、3歳育児中のため、事務外,部が,外部が現実的ではなく、下半式ダンベを購入検討中です。 壊れるリスクを話されていたので、効果でも安心感を取ろうと思っているんですが、ダンベルはセットでの購入が基本でしょうか一つ売りもある場合、まずは一つ買ってやってみるというのはいいのでしょうか女性は20キロで十分と話されていたと思うのですが、身長高め、過去167センチ、筋トレ方を未経験の私は、20キロ、32キロ、どちらを購入するのが適してますでしょうか事務会をしたいですが、今後育休復帰も考えると当面難しいなと嘆きながら、寝かしつけとともに21セ 1時、就寝4時、起床あさ <laughs> んとしてます長文失礼しましたよろしくお願いしますめちゃくちゃ大変じゃないですか頑張,っ頑張ってますね <laughs> ちょっと育児やってないでちょっとそこら辺詳しく言えないんですけど大変だなっての伝わりましたでまずは一つじゃお勧すすめしないですねその一つでできる種目もあるんですけど二つでできる種目の方が圧倒的に多いんで例えばベンチプレスとか片方だけでやったらなんかすごい不安定な状態で 持ち上げるるになりますけど両手だったらバランス取れるんで基本的にダンベルっていうのは2つでセットだと考えてください。一つでできる種目はあるけど、時間的な効率とか、種目の安定とか、種目の柔軟性って考えたら2つ持ってた方が絶対にいいですね。2 0キロでもまあ十分だとは思いますね。まあ、パワーグリップ使えば、下半身のトレーニングに限っては3 2キロを使う時は来るかもしれないんですけど、まあ2 0 キロでもまあ大丈夫かなって感じですかね。今後、そ例えば今、本当はジム行きたいけど子育てで行けない場の場合は、今後ジムに行く可能性があるわけじゃないですか。ずっとジムに行かないで、ずっと可変式ダンベルだけでトレーニングする場合だったら、まあ今後のことも考えて3 2キロも購入してもいいのかなと思うんですけど、後々ジムに行くんだったら、まあ2 0キロでもいいのかなっていう感じですかね。まあ、ちょっと今 子育てで難しいと思うんですけど落ち着いたらまあ自分に行くと考えれば2 0キロかけるふでいいと思います子育て頑張ってくださいでは次西洋タンポポさんの違うわ西洋タンポポポさんの, <laughs> ポポポポさんの質問ですお世話になっております現在増量中の男子大学生です増量期の期限期間について質問です私は増量を始める際に2ヶ月の増量券しようと思います思い増量を開始しましたしかし増量が軌道に乗ったのが開始してから1ヶ月以上経った頃だった たことまた、私は身長1 7 0センチ体重5 6キロ体重が低めであること。このことから増量期を延長した方がいいのかなと悩んでおります。増量期を伸ばすとインスリン管理性が鈍って、筋肉より脂肪がつきやすいというふうに聞いたことがあるので、ここは諦めて増量減量期に入った方がよろしいんでしょうか。分かりづらく長い質問で申し訳ございません。よろしくお願いします。増量期も,もっと長くしちゃっていいと思いますよ。減量、増量期が長きべきなら長いほど脂肪になるってそういうもんじゃないので。 基本的にその増量していって、かつトレーニング量もどんどん増やしていって、タンパク質もしっかりとっている。で、増量スピードが激しくバーンじゃなくて、緩やかにこう増えているのであれば、増量期間が長くても全く問題ないと思います。だから全然、しかも今おっしゃる通り、ベースの体重がすでに全然低いんで、その筋肉を増やしたいんだったら、全然増量期間長めにとっちゃっていいと思いますよ。では次、ポンタンアンさんの質問です。これ 写真レオンのマチルダかなマチルダですかね。先日メンバーシップに加入させていただきました20代女です。片倉さんに聞いた PFC を参考にカロリーを減らしてみたところ、夜お腹が空きすぎて気持ち悪くなってしまいました。もともと多く食べていたため、過去2 0 0 0カロリーくらいの仕方ないのですが、カロリー制限はいつか慣れていくものでしょうか。カロリー制限3日経てば慣れると妹が言っていたので気になりました。ご賛同よろしくお願いします。慣れますね、大体。その 最初は何ですかね、あまりに急激に減らしたりするとびっくりしちゃって耐えられる気がしないってなるかもしれないんですけど、だいたい1週間はてば慣れます。ただ、慣れるにしてもお腹がすくって場合があるので、その場合は食事の分布をちょっと気にした方がいいですね。要は 朝、昼、晩、等間隔に食事をしているときって、食事の量が多いときはそんなに気にならないんですけど、ダイエット中みたいに食事量を減らすと、ちょっと一食あたりの食事の量が少ないから、空腹に悩ませれることが多くなるんですよ。なので、個人的におすすめとしては、特に女性みたいに少ない食事量の人は、昼、夜のボリュームを持たせる。朝をめちゃくちゃ軽くするっていうのをおすすめしますね。正直、朝ごはんって、例えば仕事とかし授業とか受けてたら、ぶっちゃけそんな食べなくても乗り切れるじゃないですか。大体の人って、空腹感に悩まされたり、ドカ食いしちゃ の人人って夜ご飯が軽めすぎる人なんですよなので朝をちょっと軽めにして昼ご飯もそこそこにして夜ご飯の食事量をゴンと多くするっていうふうにすればおそらく食欲も安定しやすくなります。要はもちろん慣れるということもあるけど食事の一日の分布とか食事の回数が結構大事だったりするのでまあ食事の回数をそんなに増やしすぎずに晩ご飯に量を持ってくるようにすればまあ 慣れるもあるし、食欲も安定しやすくなるのかなと思うので、やってみてください。では、ね、次、ドラミンさんの質問です。いつもお世話になっております。質問失礼します。私は味の濃いものや漬物が好きで塩分を多く摂ってしまいます。今まで塩分はダイエットと関係ないと思っていたのですが、先日、むくみや放出と脂肪に変わると聞きました。これは本当でしょうか本当だとしたらやはり塩分は控えるべきでしょうかお忙しい中申し訳ないですが、ご意見いただけると幸いです。これ、嘘です。むくみと脂肪は関係ないですね。 それこそよく言うじゃないですか。水と油。まあ、この慣用句というか、ことわざは、もう、混じり合うものがないもの、全く別物のであるっていうような意味合いで使うんですけど、それと一緒なんですよ。むくみっていうのは水分なんで、脂肪ってのはもう油ですよね。別物なんで、全く関係ないです。その、お杉がピーコに変わるみたいなもんなんですよ。その、ね、むくみが脂肪に変わるっていうのは、ありえないじゃないですか。お杉はおぎで、ピーコはピーコなんですよ。だから、 ありなないいいいので全然心配しなくていいと思います、まあ、ただ塩分は摂りすぎると高血圧のリスクが高くなるとか胃がんのリスクが高くなるとかそういう健康的な問題があるので、まあ、今どれぐらい取ってるか分かんないんですけどあまりに取りすぎはお勧めしないですけどね。まあ、ダイエットという意味であれば そんんなな気にするようなもんじゃないですよでは次、伊織さんの質問です。いつもお世話になっております。お米が大好きなのですが、お米を食べると過食スイッチが入ってしまうことが多いです。禁止食材は使わないようにしているのですが、特定の食材で過食スイッチが入ってしまう自覚がある場合、その食材は避けた方がいいでしょうかそれとも過食スイッチなどなく私の思い違い別原因なのでしょうかこの場合は、食べる量を事前に決めることをお勧めしますね。例えば、お米を食べるんだったら、今どうやって食べてるかわかんないんですけど。 パックを一パックだけ買って一パックだけ食べるって感じですね。で、お米を食べたらついて食べ過ぎちゃうっていう人すごい多いんですけど、そういう人って共通して炊飯器でご飯食べてるんですよね。まあ、炊飯器って普通一食分だけ炊かないじゃないですか。まあ、ある程度まとめた量を炊いて、で、食べて、その後はまあ冷蔵庫とかに保管するっていうパターンが多いと思うんですけど、それって危険なのが まとまって炊いたら、その目の前にした時に丸ごと食べたくなっちゃうんですよね。特にダイエット中とか普段あんまり食事量多くない時って。だからそれがドカ食いの原因なんですよ。要はお米じゃなくて大量のお米を目の前にすることがドカ食いにつながるみたいな。買い置きみたいなもんですね。買い置きをしてなかったら別にドカ食いはしてないけど、目の前にお菓子の買い置きとか菓子パンの買い置きがあるから食べ過ぎちゃうっていう感じ。なので、パックとか、 一泊だけ買ったらスーパーとかで売ってると思うんですけど、一クだけだったら、そもそも目の前に食材がないので、そこで過食のスイッチが入ることってあんまないんですよ。食べきったらもう目の前にお米がないわけなんでね。なので、お米がっていうよりは、どちらかとそっちの方が原因なのかなと思うので、まずはパック一泊だけ買って食べるっていうのをおすすめしますかね。では次、HG さんの質問です。押すクちゃんよろしくな。 冗談です。片倉さん、質問させてください。現在増量中、週5でジムに通っている男です。足のトレーニングにあまりモチベーションが上がらず、現在は週1でスクワットを1種目5セットだけやっています。それすら面倒くさい気がしたので、代わりに週5で1日1セットだけにして分散させようと思っていますが、何か問題ありますでしょうか。分散はお勧めしないですね。 分散できるってことは1セットあたりのトレーニング量がちょっと軽すぎるんで基本的に1日あたりのトレーニング量ってまあ6セットを超えた方が筋肥大とかって効果あるんですよある程度まとめてやった方がいいんですよねなので分散させすぎるのはおすすめしないです スクワットの技術が上手くなりたいならそれでもいいんですけど、筋肥大とかの目的だったら週一でドカンってやった方がいいと思いますね。5セットとか6セットとか。で、もし足止めのモチベーションが上まらない、僕もそのタイプなんですけど、だから僕とかだったら、スクワットを3セットだけやって、で、まあスクワットを鍛える目的にもいいんですけど、だいたい体主導筋だったらそれプラス3セットレッグエクステンションやるみたいな。要は同じ種目を複数セット、5セットとか大量セットやると飽きるんで、 まあちょっと分散させてあげるとかですかね。まぁ、あ、ただから足のトレーニングがモチベーションが上がんないのって別に鍛えなくていいんじゃないですか無理に。だってボディービルじゃない、ボディビルダーじゃないじゃないですか多分。大会とか出る人はマストで鍛えた方がいいですけど勝ち負けに影響するんでね。ビジュアルが目的で足が細いこと自体にもそんなに何すかね、抵抗ないんだったら別に鍛えなくていいんじゃないですか。正直鍛えたい部位ってもう個人の自由なんで。 鍛鍛ええたたくくなないいいいんだったら鍛えなくてもいいと思いますよでは次これ今日最後の質問ですね古ンさんの質問で先日生体に行った際見た目であなた中拝用と言われました何を根拠に言うと心の中で思いましたが片倉さんはパーソナルする上で外拝様内拝様など加味し食事アドバイスや筋トレメニューと作られたりしていますかやはり運動とカロリー制限が重要で迷信ですか迷信だと思いますね迷信というか もちろん体質とかあると思う。体質というか遺伝的な差はあると思うんですよ。もともと筋肉がすごいつきやすい人とか、細身な人とか、まあ、身長高い人、低い人がいるのと同じように、筋肉がつきやすい人、つきにくい人、ついて見える人、ついて見えない人って絶対いると思うんですよね。ただ、それに対するアドバイスってのは、さっきの遺伝子検査と同じで変わらないんですよ。カロリーに気をつけましょう。タンパク質取りましょう。筋トレしましょう。以上です。みたいな、そういうレベルなんで、まあ、なんですかね。 人によって、人とはなんか、あなたは筋肉つきやすいタイプですねとかそういう話は別にしてもいいと思うんですけど、だから何っていう。<laughs> あと、その僕も古ンさんと同じで根拠はっていう思っちゃうんですよ。<laughs> 遺伝子検査自体ちょっと怪しいもんなのに、生体に行って目視で確認できるわけないじゃないですか、そんな。<laughs> 正直そのベースの、なんですかね、筋トレをする前のその人の体型を見て、その人が筋肉的に成長する才能があるかどうかってわかんないんですよ。 ガリガリでも、実はめちゃくちゃマッチョになる才能があるっていう人たくさんいるんで。だから目視で分かりようがないから、僕だったら、そんなんですかね、その人の言うこと信用しないですかね。な、何言ってんだろうぐらいに感じですかね。まあ、迷信と思っていいんじゃないですか。僕だったら無視します。<laughs> といった感じで今日の質問は以上になります。なんか今日の質問コーナー、ちょっと僕毒、毒は多くなかったですか大丈夫ですかね。 まあそういう時もありますよね。昔の僕がちょっと顔をこういう風な時もあるんじゃないでしょうか。まだ基本はね、なるべく争いを起こしたくないんで、今回、いや名刺じゃないですかとか、僕だったら使わないですみたいな言っちゃいましたけど、まあギャグとして思って、<laughs> ギャグとして受け取ってください。そんなに強く言うつもりはないです。僕だったらやんないかな、みたいな。 僕ホタテ嫌いなんですけどホタテ僕だったら食べないかなみたいなそういう温度感だと思ってくださいといった感じで今日は以上になります長いお時間お付き合いでありがとうございましたお疲れ様です